エルグレコ1580、受難とは、神学用語で、イエス・キリストの裁判と処刑における、精神的及び肉体的な苦痛のための言葉である。キリストの卓形は、キリスト教の心情にとって、主要な出来事の一つである。語源は、ラテン語のパシスであり、二世紀に現れた。この、受難英語、パッションという言葉は、イエスの制御と苦しみの全体を表す言葉として、 適用されている。これに対して、イエスの訓問英語、アゴニーという言葉は、彼が逮捕される、直前のゲッセマネの園での祈りにおける彼の精神的な苦悶に限定して適用される。四つの福音書のうち、これらの出来事を記述した部分は、受難物語として知られる。外典であるペトロによる、福音書も、晴天ではないが、また受難物語である。受難州において、 イエス・キリストの受難を覚える受難曲がある。ヨハン・ゼバスティアン・バッハのマタイ受難曲が有名である。受難州においてイエス・キリストの受難を覚える受難劇がある。ドイツのオーバー・アーマーガウで10年ごとに模様される受難劇などが有名である。ありがとうございます。